皆さんこんにちは、カズマです。霊能者、画家、詩人として活動しております。カメラマンを担当しております、エイスケです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。本日のタイトル、霊感商法についてお話ししたいと思います。香ばしいエンタメ回ですかね。まあ気楽に聞いてくれたら嬉しく思います。気楽に行こうやでしょ、そこはいつも言ってるみたいにね。さあ、本日のタイトル、霊感商法ですが、私は結構日々というか始めた頃から気をつけてることがありまして、ほう、宗教にならないようにっていうことですかね。この考えが絶対的で、この考え以外ないんだよっていうような偏りだったり、こう、まあ、視聴者だったりフォロワーさんだったり、なんかこう一方的なものっていうのをあまり作らずに共有できるもの、対人間として接して、その人が納得して気づいてっていうのをすごい大事にしていて、だから他の人よりはもしかしたらスローに感じるかもしれないんですよ。ほう、そういう人が納得して進んでいくからね、なんか与えて餌を与えて釣っていくっていう感じじゃないな。それあれじゃないですか、でもやってて思わないですか、なんかその明らかにおかしなこと言ってるみたいな、明らかにおかしなこと言ってる人の意見もそのなんていうんですか、否定しないじゃないけど正さないじゃないですけど、ね、ちょっと思うとこないですかね。明らかにおかしいことを言ってる人か、そんなにいないけどな、ぶっちゃけ。あ、そう。今結構いろんな方をセッションしてきましたけど、ああ、なんていうんだろう、お客さんとか以外にその同業、あ、同業の人で、なんかこう、なんだろうな、同業っていう目であんまり見ないんですね、僕は多分どういう意味ですか、その格が違うみたいな。いや、そういうわけではなくて、なんかこう、あ、困ってるんだろうなこの人もっていう目で見ちゃうんですよ。ああ、なるほどね。同業の方も、うん、同じことやっていても顔出して、顔出したりすると結構もう、顕著なんですよね。顔を出すっていうのはもうなんだろうな、自分のなんだろう中身を見せるぐらいの勢いで多分やらないと、皆さん多分結構勘違いしてて、見えてるんですよ全部。やっぱ内面はにじみ出ると。絶対に にじみ出ますね。もう簡単ですもん1秒2秒かかんないですよ本当に。パッて見えて、パッて、あ、そうなんだなって、っていうだけ。だからその人がスピリチュアルカウンセラー、霊能者、霊媒師だろうが、まずその人を個人を一人の人間として見た時にどういう人なんだろうって感じるじゃないですか、そうするとその人の内面を感じられて、直感的にこの人はこうだなっていうのが分かるんですよ。それはなんかね、勝間さんそう思うかもしれないですけど、僕とかはね、やっぱこの、いや、これもうそうなんじゃないかなみたいな思っちゃったりもするんですけど、その時に自分自身がなんかこう盲信的にその人を信じてなければいいのかなと思うんですよ。ああ、なるほどね。すがるように砂漠の中のオアシスみたいな、ああ水みたいな。まあ確かにね、盲信する時っていうのは考えることやめちゃってる時ですもんね。そうなんですよ、それ結構危ういですよね、みたいな感じで、今日は何でしたっけ、霊感商法に気をつけろみたいな、霊感、気をつけろかそうね、まあ、ちょっと僕は気をつけてますよっていう、その霊感商法にならない、宗教にならないように、そう、それこそね、霊媒というか、その霊を払わなきゃいけないっていう、あの状況って少ないんですよ。そもそも取り憑かれてる人が珍しい。それはね結構いるんですけど、すぐなんかちょっと煙たいなとか、重いなぐらいで、なんだろう、3秒もかからない、パッて終わるぐらいの、なんだったらその道ですれ違った瞬間に払えるみたいな。あ、そうだから30分そこに居続けてその人を払わなきゃいけないっていうのは結構ないね。なんかじゃあ数珠とかさ、あの笹のほうきみたいな、いらない、いらないね、本当はね。本当は、使ってもいいみたいな。使っても全然いい、そのお守り的になるしね。ああ、シンプルにやっぱっていうか、こうそういう効果あるんだな、その、ポジティブな意味で気休めになるというか、気が休まるじゃない、それがあることによって安心意識できる、イメージ性についてちょっと話したいんだけどさ、そのみんなさ部屋の中にさ
ゴキブリ出たらどうしようって考えた時にさ、ちょっとさすぐさ背筋伸びない？伸びる、伸びるっしょ。で自分の真後ろに今ゴキブリが2匹ほど張ってたらって考えたら、ちょっとさ嫌な気持ちになってこない？まあ周囲探っちゃうわな。そうでしょ。で家帰ってきた瞬間にどっかゴキブリ1匹いるかもしれないみたいなさ、うん、思ったらさちょっとこう見ちゃうじゃない、うん、それででも事実じゃなくてイメージなのに、うん、そうなるでしょ。あイモしない何かに怯えるってやつですね。そう、うん、みんなはイモしない、いるかもしれないけどいないかもしれない、そのゴキブリっていうイメージを繊細に強く描写できる力を持ってるんですよ、うん、ああ言われてみれば。そう、そのゴキブリに動いてるベクトルの力を善なる方向、うん、いいものに向ければ、うん、術とかが必要なくなるってことですね、簡単に言うと。だってありありと感じられちゃうわけでしょ、ゴキブリいるかもしれない不安だなって、うん、ありありと感じられるでしょ。それがさいい方向に向いたらさ、うん、あなんかここにいいものを感じるなとか、うん、あここになんかいる、いい、なんかいい雰囲気出るなとか、うん、そこにありありと感じられるんですよ。じゃあ何ですか、つまり悪いイメージをしたならばそれをいいイメージに変えろってことですか？そうですね、悪いイメージを持たずに、うん、そもそもいいイメージを持っていた方が、うん、それだけでお守りになるっていうことは間違いないかなと思います。なんかそれって痩せ我慢みたいな、この無理やりこのそう思い込むみたいな、うん、そういう感じとはまた違う、うん、でもさ、うん、ゴキブリイメージする時ってさ無理やり思い込んでないでしょ。ああそうね、どうしよう、うん、思わずにはいられないでしょ、うん、でしょ。いるかもってまあ思いますけど、うん、なんかそのゴキブリをいいイメージにするっていうのはなんかね、うん、またちょっと一個ハードルみたいなものが、いやゴキブリをいいイメージにするっていうよりかは、うん、ゴキブリに向かってる力の作用あるじゃん。ほう、なんだ。例えば部屋を帰ってきます、うん、部屋の扉開けます、ゴキブリ一匹いるかもしれないって、うん、不安の力の作用があるじゃない、うん、このベクトルの、うん、これを部屋帰ってきます、うん、扉開けたらなんか素敵な人がいるかもしれないって力の作用に変えるってこと。そもそもほうほうほう、そうゴキブリいるかもな不安、それを変えるとかじゃなくて、そもそもそっちの力をこっちにしてみようねってことだよ。うん、なるほど。そうそうそう。だからみんなはこっちのゴキブリを思える力があるから、うん、プラスにも思える力を働かせるそもそもの力はあるよってこと。うん、そうそうそう、なるほどね。そういうこと、本来持ってるもと。そう、じゃあ別に痩せ我慢でそう思えっていうのではない、そう素養があるよっていうこと。うん、なるほどね。そうだからその素養を使えばポジティブにもなれるんだよ、うん、でもポジティブにみんな使ってないよねっていう、うん、そうそうそう、なんだろうねみたいな、 そこを他者というか、うん、そのまあ呪術とかお守りに頼りがちになっちゃってるよねっていう、うん、でも頼ることは悪くないんですよ、別に呪術とか守りを別に大事にしても全然いいんだけど、うん、それを一方的にやってしまうとちょっと話は違うよねっていう。それに依存しちゃうと。そうそうそう、なるほどね、うん、でこっからが霊感商法の、はい、お話といいますか、はい、そういうことですよね。そうですね、うん、その、うん、なんか依存関係をあまり持たない方がいいんじゃないかなっていうのが、まあ、僕の心がけてることでは常にありますね、うん、その人の足で立たなければ無理味がなくて、うん、でもその人がどういう風に立つかっていうのをやっぱりできる限り手助けしたいっていうのはありますね、うんうん、なんかね、なんて言ったらいいかな、まあ、今回その霊感商法って話なので、うん、まあ、分かりやすくツボみたいなね、ツボ、そういうものを買ってしまう心理っていうんですかね、うん、なんでツボとか買っちゃうんですかね。あー、ツボね、あの普通に魅力的だからじゃない？ツボが。なるほど。うん。高価なもの。買ってもいいと思うけどね、俺は。あ、そうなんだ。うん。へえ。いいじゃん、ツボ。あ、そう。うん。500万ですって言われたらね。いいツボだったらいいんじゃない？どういその売る側がどういういいと思ってても。ああ、そうね。もしそれに魅力を感じたならばね。なんかでも個人的にはね、そのやっぱりね。壺を買っちゃうときって冷静じゃないのかなみたいな。ああ、でもどういう風に壺を買うかにもよるかもね。うん、でその壺が自分の心のぽっかり開いた穴を満たしてくれるっていう風に、うん、物頼りになってしまうとちょっと話は違うよね。うん、うん、それを陶器としてね、うん、あ、美しい陶器だな、買いたいなと思うなら全然ありだと思う。ああ、なるほどね。でもこれが自分の心のぽっかり開いた穴を全て埋め尽くして自分は何もしなくてもいい、これがいれば
安全安心だって思っちゃうとちょっと違うよねって。なるほどね、うん、人とも物でも依存するのは危ういと。危ういですよ、うん、ありませんかそういう経験、依存してしまって。まあそうですね、この失敗してしまうっていう。まあそうですね、考えることやめちゃってましたねそういう時は、うん、うん、そうですよね、うん、全部をプラスのね、うん、悪い意味でプラスの方向に捉えて、うん、流れるままに、うん、風の時代だから出たごめんちょっとねとんがったね言葉が気をつけているんですよね。気をつけてはいます、うん、まあでもこういうとんがった話は全部エイスケのラジオでしますんで、ね、俺とお前の精神と時はやはい、ぜひね、あのとんがったお話が聞きたい方は僕の、はい、全部エイスケのところで話します僕のところではないです。吹き溜めみたいに言うとね、この話を、まあ、これも両方のねものなんですけど、はい、そうですね、うん、だからそのツボっていうものに依存しないっていうことが大事ですよね。まあそうか、美しいって感じるならばいいと思う。なるほど、ね、作品として楽しむ。そう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 、アート、アートか。そうそうそう、ね、芸術としてツボを買う、うんうん、それがあることによって自分がさらに輝くとかね、うん、っていうのだったらいいんだと思う。なるほどね、うんまあじゃあ要するにどんなものでも人間の使い方といいますか、うん、どういう意識を与えるかみたいな、うん、そういうことですね。うん、うんうん、だからさ、うん、こう霊感商法も、ね、うん、スピリチュアル的な罠もそうだと思うんだけど、そのみんなって割と本当に善行だと思ってやってる人って結構いいよ。ほう、これをまあ自分も戒めだと思って常日頃意識はしてるんだけど、うん、これは絶対にみんなにいいと思って進めちゃってるわけよ。あー、なるほどね。そう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 、そのなんだろうな、盲目になってしまってる。この栄養サプリ素敵だよみたいなそうね、うん、某ね某なんとかもありますけどなんかこうやっぱり、うん、俯瞰してみて、うん、冷静になって、うん、しっかりそれを見つめて感じ考えて真理が出てくると思うんですよ。なるほどね。そうなんかあの霊感商法で個人的に思うのはやっぱその不安をあってくるのかなっていうのも一個、ね、個ありますね、うん、あなた来れないと大変なことになるわよみたいな、ね、それ良くないよね、うん、不安をあってくる人は、うん、まあやっぱ何かしらあると、うん、不安を煽るって嫌だよね、うん、YouTube 見ててもそうじゃない、再生数なやっぱ稼いじゃうもんな、うん、2025年大丈夫みたいな、日本はやばいです、うん、見ちゃうってそんな見ちゃう見ちゃうって、あ僕もそういうのをねやっぱね、うん、YouTube をね編集してる上で見習わなきゃいけない部分なのかもしれないですけどね貪欲になるって意味で、なんかやっぱタイトルだけだったらいいかもしれないですけど、話の内容も全てその人の不安を煽って、うん、じゃあ結果ここをこれを買えばとか、うん、自分の私利私欲に落とし込むようなことはやっぱね、ね、避けたいね、避けたいですよね、うん、そうはならん、ならないです、なりたくないというかならないですよね、うんうん、気をつけたい、気をつけたいですね、うん、だからやっぱ人の不安の煽るっていうのはね、気をつけなければいけないことだし、うん、このこちらの受け手側、うん、それを見る側もやっぱ感じ考えていって自分のレベルを上げていく、うん、そのスピリチュアルカウンセラーとか霊能者とか霊媒師のレベルを上げるっていうよりかは、うん、その受け手側のレベルを上げていくことが大事なのかなと思ってますね、うん、なるほどね。そうそうそう、あの口を開けて待ってるだけじゃあかんぞっていう、そう、うん、そのレベルを追い求めてしまってるから、うん、他者へね、うん、じゃなくて自分のレベルを上げてね、平坦で見れるようにしてから人を見極めた方が絶対にいいですよね、うん、なるほど、うん、ぜひ皆さん漢字考えてみてはいかがでしょうかということでこんな感じでいいかな、うん、急に締めましたねちなみに、まあ、エンタメ枠だからちょっと突っ込みたいんですけど、今なんで急に締めようとしたんですか、うん、もうそろそろもうそろそろっていうかいい感じのオチがついたかなって、あ、もうネタ切れかなともうちょい話したいことあった、あ、そうね、まだまだ転がせれば、あ、本当、うん、あ、そっか、でもなんやかんやそんな経ってないのか、うんうん、どうすんのよこのあれもうちょい話しますよ雑談みたいな感じでもいいですけど、うん、それ霊感商法についてね、うん、そういうのを今週にして頑張ってるよっていう話、うん、そうね、まあ、セッションでもそうですね、うん、やっぱこう幻想に惑わされないように、うん、現実的にね、うん、そう、よく言われるのが現実的なスピリチュアルですよねって結構言われるんですけど、うん、俗に言うふわスピね、地に足がついてないですね、うん、でもそういうのあんま見たこともないじゃないけどね、俺はなんかそういうのあんま目にしてないだけなのかもしれないけど、
じゃない本物のフワスピを俺は見たことはあんまりない気がする。あ、そう、うん、あるフワスピ。なんかでも YouTube とかにさ、このなんていうんだ、そういうスピリチュアル関係とか見たりするとね、やっぱこの思うとこがあるじゃないですけど、ほうほうほうねえ、あーでもね、うん、それはあるね。そうだよね、うん、星の声が聞こえます、星はこう言っておりますみたいな、うん、このね、その霊感とコミュニケーション能力、うん、伝達能力って全く違って、うん、ちょっと言葉が違えば違う風に伝わるわけよ、うん、でそれをなんか圧倒的感のイメージ力があれば、うん、あたかもそれが真実かっていうように映し出すことってできるじゃない、うん、それちょっと悪いとこだよね、スピリチュアルの。あ、生地能力があるだけに。そうそう、うん、なんかね、うん、どう思う。まあなんて言ったらいいかな、うーん、いやー魅力的だよなあ、そうなの、魅力的な、魅力的に見えちゃうよな、やっぱそういうのってさ。あ、そうなの。例えばね、竜神と繋がってますみたいに言ったらさ、すんげーってなっちゃうじゃん。本当？当時はね。え、今はそうではない、当時はそうだったんだ。当時はね、そう、今はそのまあ、あのいろいろ自分自身でやっていかないとなっていう、うんえ、その当時はどんな感じに思えてたの？まあ、当時はなんていうかな、そのまず英介少年は守護霊が見たいと、はいはいはい、やっぱそういうなんていうんだ、うん、精神世界霊に興味があって、うん、やっぱこう周りを見たらさ、うん、わ霊見れるんだお前すげえなとか、あ、何竜神と繋がってんの、うん、俺それできねえからすげえやみたいな、なんかこの自分にないものに魅力を感じたんですがね、あ、それゆえにこのひょい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 と釣られちゃうみたいな。なるほどね、うん、なんかそういうのを多分僕は他のスピリチュアル好きの人よりかは言葉悪いかもしれないけど気持ち悪いって思っちゃうんですよねそうね、そう、気持ち悪いって思っちゃうんですよ、うん、だから気持ち悪いって思っちゃうから、もっとより自分はなんかこうそういうのを気をつけてというか、うん、なんだろう、霊が見えるじゃない、うん、霊能者としてで霊が払えるわけだろう、うん、だけどもそういうのもしっかりなんかこう曲解があまり生まれないで伝えていきたいなっていうのがあるよね、うん、そうね、霊が見えるんですよあなたの後ろにそしてそれを払わなければあなたは今、うん、今みたいな、ね、伝え方とニュアンスでガラッと変わっちゃうっていうのはあまり理解されてない方って結構多いですよね。なんかでもスピリチュアルのさ、その罠みたいなところでさ、うんうん、あのなんていうんだ、始めたての人とかにもなんかあんのかなと思ったりする。始めたてっていうかさ、この探求し始めますってこの踏み出した時にさ、うん、情報が濁流のように話してんじゃん、うん、でその中でこのやってなんか一個持ったっていうかさ、ある時その電車に乗ろうとしてさ、うん、ホームで待ってた時にさ、うん、近くにこの女性の方がやってきてさ、うん、その方がさスマホからそのなんていうの、ヒーリングミュージックみたいなこの大音量で流しながら両手を広げてこのなんか祈ってんだよ。マジ？でなんかそういう懇話じゃないけど、なんかそういうのをなんか YouTube に感じるっていうかさ、え、それも事実？事実。すごいいい体験したね。あなたはこれからみたいな。うん。神とつながることができますみたいな、なんかそういうね、うん、ことを言ってるヒーリングミュージックみたいな。うん、でそれをなんかイヤホンさしゃいのにな、うん、この見せつけたかのように。うん。大音量で弾く、うん、やっぱなんかそういうのがあるからこそなんかスピリチュアルって敬遠されるんだなみたいな。いやそれはあるね、うん、近すぎるんだよね、禁止なんだよ、うん、禁止、近いに見るのは禁止、うん、眼鏡かけてなくてもう間近でしか見えない状態になってる、うん、間近でしかピントが合ってないんですよね。もっともっと俯瞰していろんな人のことを考えて誠実に、うん、謙虚に、でもそして素直に、うん、大事だなと思うんだよね。そうね、まあ、だから個人的にはそのね、うん、駅のホームであんなことやってた人とその YouTube で友人とつながってますとか、うん、あとそのねどこどこの生まれ変わりと か、 なんかそういう感じで言ってる人はなんか同じ匂いがするっていうかな。なるほどな、うん、どこどこの生まれ変わりも伝え方すごい大事よ。あ、そう、すんごい大事本当でも嘘に聞こえちゃうし嘘が本当にもなるから、うん、そのやっぱり能力と伝達能力、うん、霊能力と伝達能力全く違う能力だよね。バランスが
大事か。めっちゃ大事。誠実であるってことも大事だし、で素直であるってことも大事。そうな、プライドをやっぱね閉ざしてる閉ざし固めちゃってるスピリチュアルカウンセラーはちょっと危ういっすよねとは思う。まあなんか見極める方法っていうのはやっぱりね、なんて言ってるか、違和感ね、違和感、うん、やっぱどっかに思うもんな。そう、違和感、あこの人に違和感感じてるか、うん、それとも自分が苦しいかの結構二択だと思うね。うん、自分が苦しい場合は多分自分に違和感がある、うん、でも相手に何か違和感がある場合は相手にあると思うんで。なるほどね。でそこでやっぱ禁止になりすぎないで、ちょっと俯瞰してみて定めていこうがいいよね。客観視ってやつね。そう、うん、相手に答えを委ねないことが大事ですね。答えはうちにあるんで、ああそうね、うん、感じた違和感を感じた後にその違和感を考えて探っていくみたいな感じか。そうそうそう、あとはねスピリチュアルを始めたというか霊能者の当初からなんかやっぱりお金をかけてほしくないなとは思ってて、自分を変えることに対して。ああそうね、うん、でも分かるんだよ、お金をかけるかかっちゃうんだよ、やっぱりその人を変えるって寄り添うと、一対一になるとお金かかってくるからね、時間かかると、うん、それはやっぱナンセンスなのかなと思って、うん、ね、だからやっぱアナスタシアシリーズ一番おすすめしてる、このね江ノ島のあたりをおすすめしてるアナスタシアシリーズを買えば2万円ちょっとでね、うん、こだたりますから。じゃあ30万の壺買ったりする必要はないと、うん、する必要はまだないと思いますね。まだないか、うん、その段階は早すぎるなるほどね、うん、と思いますね。そうね、しっかり考える最近はもう、最近っていうかね、徹底して強化習慣ということで個人的には取り組んでるって感じかな、はい、いいですね、テンポよくポンポンポンとエイスケちゃんも話すことができるようになっていて、べしゃりも上手くなっております、うん、食うとね何そのキモい言い方誰が言ったのそんなん、お前だよお前だよ、あのシースーみたいな感じでね、うん、お前だよトークをね、食うとって言ったらお前だよ気持ち悪いなって動画外で言ったんですけど、僕がいやお前最近べしゃり上手くなってるじゃんって言ったら、こいつがいや食うとねって言ったら何言ってんのこいつキモって思ったんですけど、うん、まあそれはまたちょっとね別の話で、はい、本日もご視聴いただき誠にありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。